みへの途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、大事ござらぬか。我らは武家様たちはどこに向かうだ。かけて挑んだ。挑んだが、数はいかほど。百は優に超える。我々は計られたのじゃ。拙者は手遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。お許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。相当遠くまでは行けまい。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。よく来たぞ、このクズ野郎。の体、侍は皆上川村へ向かった。わしらの測った通り、奴らが戻ったならば、帰りしちには無しかないの。それで最後だ。一人だけだ。やつだけにしちまえ。まとめ。道場はもぬけの殻だ。侍、逃げるな、今のうちじゃ。死ね、染めろ。
奴らはこの先で待ち構えております。承知いたした。そなたは誠に無事か？わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。じゃねえ。今どけてやるから落ち着け。おい助けてくれ、助けてくれ頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。100軒先からでも暗図を射止めよう。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。これで最後じゃ。生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。Thank you.
先へ行かねばならぬ。さもなく矢で撃たれてしまう。どこへ行っとった早く、もっと早く、あいつを捨てさせるなら。頼む、恐れなどを屈せぬ。この辺りに違いない。止めろ、目を狙え。手を止めるな。引け。たとえ死と隣り合わせであろうと。失せろ。これで最後じゃ。まさき、まだこれほど若くして。幾日か骨休めして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと、お上の軍勢が押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親分の役に立たねえ。臆病者、今すぐ隣の村を攻め落とさねえと。ああ、そうだろうな。わしらのことは奴らの耳にすぐ届くだろう。この意味を振り返せ。うん、次はどこをやる。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。死ねー。
静かに惜しい、あんたたち。まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。勘弁してくださる。ほっといておくれ。お願いします。臆病者が。用なしのゴキかぶりが。ほっ。やすやすと。ジオ、命だけは見逃してくれ。お前らのことは誰にも話さん。もう食えるか。足を越えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。切り刻んでやる。切り刻んでやる。
お戻りか。斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさめ。先に死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。今日は何のうん。
もう二度もアイフに何を。遅い侍、遅すぎだ。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。悪い気しかしねえ。もうよくやれ。最後じゃ。
そこで止まれ。命乞いようなら許さない。愛子殿、愛子殿はいずこに？道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。負けることはないという気。調和を乱したお前など取るに足らぬ。戯れはもうよい。黄泉へ行け。愛子。